結婚式とかの浴衣で人気があるピカピカ画像ですね。これ撮り方説明します。まずコンパクトカメラですと、こういうキャノンだったら TV モード、あとニコンとかですと S モードですね。こういうシャッター優先 AE、 これを選択します。それ時間を設定できますので、まあ長い時間ですね、5秒とか10秒とか15秒、こういう時間を選んでください。そうするとシャッター速度が15秒とかになります。で次に、まあフラッシュですね。フラッシュを焚くと一番最初の映像、そこにみんなを、あの人を映すことができますね。最初にフラッシュを焚いといて人を映して、その後でこのように光、懐中電灯とかを使って光の筋を描きます。これ車綺麗に映ってるんですけど、これはフラッシュの光ですね。それフラッシュを焚いた後に、この場合数15秒間余裕がありますので、その間に絵を描きます。まあシャッター時間短くてもいいですね。これはあの調整してください。